陸で暮らす多くの人には、あまり馴染みのない航海士の仕事。実際のところどんな仕事なのか、今回は海の男たちの貴重すぎるスレを2つ紹介します。銀行員から航海士になったけど質問ある。1本目は2020年9月とつい最近のスレです。当局中暇なので、航海士ってどんな仕事？簡単に言えばでかい船で全国に荷物運ぶ仕事。船の操作、整備もろもろやります。太平洋横断とかするん？俺は内航っていう国内専門だから日本の周りぐるぐるしてる。一度乗ったら何ヶ月も乗りっぱなし。会社や船の種類によるよ。俺は3ヶ月働いて1月まるまる休み。長くとも3日に1回は荷物の積み下ろしで丘に上がるし、3ヶ月の間にも休みの日はあるよ。どうして転職しようと思ったの？転職にあたって必要な資格とかある？金融機関はこれから厳しいと思ったからだよ。航海士にしたのは、超絶人手不足の業界で給料もいいし1ヶ月の休みがもらえるからだよ。資格はなくても船には乗れるけど学校行って取った方がいいね。航海士でないか、航海士にはなるなよ。ノルマないからもう最高。閉鎖空間だから対人スキルと対ストレススキルは必須だね。飯代も法律で会社負担だし、Amazon も使えるから正直何も困らないよ。スレ主は航海士に転職してよかったと感じているようですね。命の危険を感じたエピソードがあったら教えて。船を丘に繋ぐのはぶっといロープ使うんだけど、それがブチ切れて蛇のように鞭打って、当たった鉄の柱へこませたの見た時かな。あの柱が人間だったら真っ二つだった。こっは、ロープはちゃんと結ばないと指とか正規で飛ぶとか言うよね。実際毎年人死んでるみたいだからね。意外なことに海で航海中は怖い思いはあまりしないよ。荒れてれば船出さないからね。現場仕事、それも危険な海の上となれば、航海士の仕事には相応の危険が伴うのでしょう。普段あまり目にしない航海士という職業に、スレ民たちは興味津々で質問を続けます。会社員になるの？株式会社の社員扱いだよ。保険とかも普通の会社員と同じだ。そっか、船は航海中は何人で面倒見てるの？俺の船は5人から7人だね。最低でも航海士3人、機関士2人以上いないと、今乗ってる船は動かせないと法律で決まっているよ。船のサイズによって違うけどね。5人から7人って漁船とかのイメージだけど、大きい船もそのくらいの人数とか、だいたい全長何メートルくらいの大きさなんかな。俺のは全長は90メートルくらいだね。一般的な小学校の校舎くらいかな。でっかわら、そこに5人とかすごいな。1回の航海は陸から離れて何日くらいで陸に着くの？離れてる時間は航行距離によって変わるね。例えば関東から北海道なら30時間前後だよ。後継者いなくて息子に仕込んでいます。とかサラメシかなんかでやってた。どの会社も船員の取り合いだからね。条件悪くなるとすぐ辞めて、別の会社行くのが普通の世界だから。人手不足か。狭き門。それとも門は広いけど長く続かない人が多いとかかな。両方だね。年間に学校出て資格取れる人数も限りあるし、社会人経験ない若い子はすぐ辞めて丘に上がっちゃうという話。必然的に高齢化が進み人手不足に、構造的な問題なんか、逆に転職組には合う仕事ってことなんかな。事務方に聞くと中退の方が重宝するらしい。水産高校卒とかが一番中途半端で当たり外れが大きいらしい。どこの業種も人手不足ですね。ただお給料自体はある程度保証されるらしいです。お金はあるのに、それでも航海士が不足する原因について、スレ主は答えます。やっぱり家に帰れないのと不規則な生活になること、対人関係で辞めてくらしい。若い子は遊びたい盛りだから特に。そっか、なんかトラックの運転手さんと似てるなって思った。毎日家に帰りたい、ならダメだろね。対人関係はどこ行ってもな。ほんと船は人が重要だよ。一人でもクソみたいな奴が乗ってくると空気悪くなるからね。あんまりひどい奴はさすがに会社がクビにするけどね。そこはトラックとは違うね。チームプレイなんかな。基本船で生活するからね。家の中に変なのいたら嫌でしょ。それと同じだよ。そっか、船は大きいけど生活というか、休憩スペースは狭いの。船によるけど、ビジネスホテルのシングルくらいのサイズの部屋を、一人で使うようになるよ。トイレ風呂は共用だ。雰囲気のいい船に当たったらええな。船はガチャはっきりわかんだね。それを言ったらどの職場も人間関係も人生も、全部ガチャみたいなもんだからな。確かにその通り、船は逃げ場がない分シビアではあるね。対人関係が大切なのはどこも同じ、集団と協調できないと船員は厳しそうです。スレ主の話を聞いて、航海士という仕事に興味を持ったスレ民も出てきました。学校行かないとなれないの、お金ないよ。未経験でも船乗れるよ。最寄りの運輸局の海事部行って未経験で求人登録すれば、会社の方からお誘いの電話かかってくるよ。ただおすすめはしない。給料はいいの、航海士、それとも乗組員。今は自席一等航海士だよ。手取りは飯代別で40万くらい。ってことは学校でないとダメなやつ。無知でごめん。出なくてもなれるけど最初は航海士じゃなくて、甲板員っていうくらいからスタートになるよ。それから乗船履歴つけて資格取って航海士になることはできるけど、かなり時間がかかるよ。時間短縮のために俺は学校行ったね。潰し聞かせるなら機関士目指した方がいいかも。船じゃなくても仕事あるし、機関士の方が求人も多いよ。小型HQ持ってて開口、言うよ、渡船の仕事をしてる、かっこ雇われけど働けるかな。機
監視も考えたけど、ちょっと合わなそうなので。小型とはまた別の資格だよ。小型も船によっては必要になるけどなくても大丈夫。働けるとしたら初任給はいくらもらえるの？年齢によるけど、未経験でも手取り25くらいはもらえるんじゃないかな。資格と履歴ついていけば給料も上がるし、転職もしやすくなる。ただ学校行けるなら行った方が絶対いいよ。何事も学校で学ぶというのは大切なようですね。スレ主が銀行員からの転職税ということで、スレはスレ主の前職についての話題に。スレ主は何歳で銀行辞めたの？その選択はとても良かったと思う。大卒から勤めて30で辞めたよ。選択としては今のところは良かったと思う。資格と履歴つけとけばどうにでもなるからね。今後船に飽きて丘で働いても、いつでも船に戻れるから精神的に余裕ができる。まあコロナでどうなるかはわからんが。職歴さえあれば大抵は似たような職種に戻れるんだぜ。ただ問題は、戻りたくないって思うような事態が自分の身に起きることと、辞めた時よりランクを下げなきゃいけなくなることだよ。転職ならいいけど退職してから仕事探すともうダメよ。他ならそうかもね。船の世界だとあんまり関係ないみたいよ。先輩たちも出戻りいるし、これも船の業界に来てよかったと思えること。銀行に30まで勤めたの尊敬するわ。もう銀行はダメだね。投信とか保険ばっかり売らされるし、店舗統廃合しまくりだし、 AI 台頭してきたらガチで人いらなくなるわ。深夜に一人作業とかで起きてると、ひょっとして世の中には自分一人しか存在してないんじゃないだろうかという錯覚を起こす。当局で外界走ってるとなるね。360度見渡す限りの水平線に自分一人、電波も入らず周りに船もいない。他にいたらなかなか味わえないね。あと2週間耐えたら35連休、週休2日のような薄い味のガムを噛み続けるような人生に飽き飽きしたら選択肢に入れてみて。航海士の仕事は、会う人にはとことん会う職種のようでしたね。続いてもう一つ、航海士のスレ主が降臨したスレがあったのでご紹介します。航海士だけど質問ある。今度のは2009年と10年以上も前のスレです。休職中だけど。船酔いしないの？もう慣れた。ただ、10メートルの波の中を走った時はきつかった。海は死にますか？精神的にすごく弱い人は死ぬと思うわら。どんなことするの？船の運転。わかりやすく言えばそんな感じ。他にも仕事はたくさんあるけどね。やっぱ黒のアイパッチは必需品なの？サングラスはあった方がいいね。俺は色付きのメガネかけてる。船幽霊に会ったことは？ドザイモンなら。ドザイモンとは水を吸って膨れ上がり、水面に浮いた水死体のことです。これまでにどんな船に乗って仕事してきた？バイトで漁船、タンカー。お給料どれぐらい？こないだまでいた会社は12から18万。最低賃金、何それ？じゃあ一さんの体験したエッチお話聞かせて。船長の地元の港に入った時に、船長が夜中に女連れてき船、起こされる。女たちに飯作って食わせる。酒飲まされる。部屋にて女とベッドイン、プライスレス。何それ？病気とか怖い。じゃあ一さんの体験したオカルトなお話聞かせて。臨病とかなったでわらわらわら彼女涙目わらわらわら。オカルトねえ。ドザイモンがたまに流れてることとか、1時間前に話してたやつが海中転落して死んだりとか。1年で陸にはどのくらいいたの？2ヶ月くらいかな。内向のくせに嗅覚れないからわら。船乗りって超きつそうだな。虫歯になった時なんて、もう、ね。部屋は相部屋だった。やっぱ船長とかは個室で。いや、みんな個室だよ。艦長船なんかは未だに相部屋みたいね。死体を発見したり同僚が死んだりと、海の仕事はやはり刺激的ですね。他にも、デッキで転んで骨折をしても船を降りるまで病院に行けなかったり、船員と喧嘩したりとスレ主はなかなかに破天荒な船員生活をしていたようです。航海士のおすすめメニュー、デシクとかってある？辛い料理基本ぬ。辛い料理か。キムチの素 50cc にタバスコ10滴、チューブニンニク全開握り、あればハバネロ的なもの大さじ1入れて混ぜる。卵かけご飯作って、ソーセージなんかと一緒にクソ熱いフライパンに合う。パラッとしてきたら激辛ソースかける。混ぜる。完成。俺の友達で辛いの大好きってやつに食わせたら、涙目で食べてたわらわら。これぞ男飯というレシピです。海運用とかってどうなん？やっぱ先行きくらい。日本は島国だからなくなることはないと思う。でも、この不景気で会社同士の競争も激しいし、高速道路が安くなったり橋が通ったりで、フェリーは結構キツキツって聞いた。要ソロとかマジで言うの？あと乗ってた船の乗組員はどれくらい？言う人は言う。はい、この辺でいいよって人も。ステディもいる。4人から7人。やっぱ今も言う人はいるんだな。参考になったよ、ありがとう。にしても航海士って呼び方コントかっこいい。羨ましい。やっぱ風の向きとか読んで操船すんの？俺の知識、大航海時代とかゲームとかで止まってるから、的外れだったらすまん。少ないけど確かにいるぜわら俺とかわら。風は少しは考えるよ。風が強いから、ここは地方、かっこ陸に近づいて走ろう、ここは離そうとか。強風で横波受ける時なんかは、船長呼んで別のコース取る。今、海運業界は景気悪いけど若い人が少ないから、会社さえ見つければ航海士目指せるよ。船上でのご飯とかはやっぱ交代で作ったりするの？うまい。俺が乗ってるような船は当番制。うまいよ。たまに美味しくない時もあるけど。
いろんな人間がいるんだから味の好みもいろいろって割り切る。スレ主の戦場生活について、切り込んだ質問も飛び出してきます。航海中の性欲処理は、やっぱオナヌ、おかずはどうしてる？航海中はもっぱらオナヌ、復職でオナニストやろうかってくらいオナヌ、おかずは携帯でー。動画見るとか、港で買った裏 DVD やえ。本、スレ内には他にも船員経験者がおり、性欲処理の話で大盛り上がりに。乗船実習しか経験ないけど、俺は航海中は全く性欲なかった。ただ部屋によってはカッコ1部屋4から6人くらいへ、本散らばってて、堂々とえ、本持ってトイレ行くやつがいた。上陸中風俗に行くやつもいた。一番驚いたのは居室、娯楽室、船首などあらゆるところでオナヌした猛者がいたこと。iPod、ヘッドマウント、ディスプレイ、え、動画こそがモバイル最強おかず。次の公開のおかずはこれでき、ま、に。性欲が全く湧かないってのも珍しいなわら。ワッチ中にブリッジでおなぐったのは俺だけでいい。ワッチとはいわゆる見張りで、船の運航状況や周囲の船舶の動きなどを監視する業務のことです。仕事場って女の人の比率少なそうだね。出会いとかあるの？俺みたいな中卒低資格底辺船員が乗る船は女はいない。出会いなんてないよ。海難事故にあったことってある？またはそれに近いやつ。居眠りは何回かしたことある。起きたら目の前に漁船がいて緊急回避と金わらわらわら。何歳、一生やるの？18歳。船があるなら一生やるつもり。18という若さで様々な経験をしてきたスレ主に、スレ民たちからは称賛の声が上がります。また、航海士として働きたいというスレ民も。文系大卒25歳無職だけど、これから航海士とか機関士目指せる。会議学校とか出てないと無理。56歳のサラリーマン崩れが乗ってきて、みんなで教えたら今は立派な航海士。だから、25歳なんて若いんだから全然なれる。その代わり、2年3年は俺みたいな年下からも怒鳴られるし、言うこと聞かないといけない。人間関係に悩むこともある。いっそ飛び込もうかってこともある。毎日24時に寝て3時に起きて、掃除飯炊きをやらないといけない船もある。それでもやる覚悟があるなら、待っている。36歳無職歴4年の、引きこもりのガリガリ男だけど雇ってくれますか？やる気があって、会話がそれなりにできれば大丈夫。狭い船内でもちょっとしたことを、いかに楽しくみんなをいい気分にするように話すかも、結構見られる。厳しい世界かもしれませんが、何より大切なのは本人のやる気なのでしょう。人型を見たことある。クジラなら何度も。人型は海で発見報告があるユーマかっこ未確認生物で、全身真っ白の人型をした不気味な存在です。周りはほとんどおっさん。ほとんどおじさん。おじいちゃんもいる？やっぱ航海中はネット接続できないのか。だったら俺は無理わら。携帯がいいとこわら。海上で台風とか来たらどうすんの？入れるなら近くの港に避難。ダメなら、地中というやり方がある。地中ってひらがなで書かれると全く想像つかんわら。波が来たら波に向かってエンジンかけて。ってのを繰り返すそんな感じだったと思う。船乗ってたら勉強しなくてもある程度の知識って身についてくるもんなの。それとも結構必死で勉強した。ある程度はつくよ。でも、仕事してると、のんべんだらりできた人と勉強した人じゃ差が出る。航海士って力仕事は多い。そういうこともない。でも腕力があって損はない。航海中ってなんか音楽かかってたり、かけたりしていいの？部屋で他の人の迷惑にならない程度ならOK。たまに、漁船が鳥羽一郎とか流しながら出航してくとこ見るけど、かっこいいよね。一通り質問を返した後、スレ主は親知らずを抜くために、歯医者へと旅立っていきました。就職や転職で悩んでいる人は、海の世界も視野に入れてみてもいいかもしれませんね。ゆっくりおのスレでは、他にも興味を惹かれる質問スレをまとめています。よろしければもう一本見てってください。